君、久しぶりね。ウィンドブルーム祭の時期にモンドであなたと会えるなんて、とんでもないサプライズだわ。俺がモンドに来たことはリサ先輩もとっくに知っていただろ。あら、やっぱりあなたには隠し通せないわね。でもいずれまた会えると分かっていたから、自分から会いに行こうとはしなかったのよ。ああ、先生も言っていたが、俺たちのように同じ意志に従う者は必ずまたどこかで再会する。ジュライセン先生の話はいつも死守に富んでいるわね。私は先生のそういったところを多く受け継いだけれど、瀬野君は、うん、やっぱり先生の型破りなところにそっくりね。リサ先輩、俺も今や大マハマトラだ。その言い方はいささか不適切と言える。それに俺のジョークは先生よりもはるかに出来がいい。あら、そうかしら。あなたはモンドじゃただの冒険者セノだって聞いたけれど。確かにその通りだ。この時期のモンドは悪くないでしょ。ああ、とてもいい場所だ。今回の旅を通して先輩が学院を去ってここに戻った理由が少しは理解できたよ。ええ、あなたの先輩はいつだって聡明なのよ。先生も先輩のように融通が効いたらよかったんだがな。きっと人生の半分をもっと楽に過ごせていただろうに。頑固とは百害あって一利なしだ。まさか退任した先生の悪口を言えるほどになるなんてね。どうやら先生もいろいろと変わったのかしら。ただまあ、頑固に関しては大半の学者がそうだから仕方ないわ。そういった雰囲気があなたに影響を与えないことを私も願っていたの。だからあなたにはモンドを見てもらって自由を体験してほしかったのよ。コレイちゃんのことは聞いたわ。幼少期の影響がまだ完全には消えていないようね。でも今回彼女に会ってみたら前よりも断然良くなっていたわ。あなたも彼女の先生って言えなくもないんでしょ。あなたたちって結構似ているところがあるわよね。何しろヘルマヌビスの力はあなたにも苦痛を与えていたんだから。もうすべて過去のことだ。ましてや先生も上が望んでいたように砂漠の民である俺を祭祀の力の実験品として扱うことをしなかった。それに俺が今の暮らしを手に入れられたのは先生のおかげだ。俺を引き取り知識を授け、スメールの生活に溶け込む術を教えてくれた。感謝しかない。あなたにはとても才能があるわ。でも才能は時に呪いにもなるの。けれど先生がそれほど頑固で亡くなったのは、学生であり養子でもあるあなたがいたからというのも事実ね。先輩として二人のことをとても嬉しく思うわ。はあ、こうしてふとした瞬間に真面目な話が続く感じ、本当に懐かしいわね。厳密にはリサ先輩も我々の一員であり、いわば一家の長女のような存在だ。姉が父親の話し方を受け継ぐのは至って当然のことだろう。なら私のことは先輩じゃなくてリサお姉ちゃんって呼ぶべきね。それは遠慮しておこう。小さい頃みたいにもじもじし始めちゃってどうしたの。